演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちらこちら別格ドルチェグストのアメリカのリッチアルマカフェオレリッチアルマ濃い抹茶を飲みたいと思います。濃い抹茶っておかしな方向いてましたね。こちら、前々からずっと別格ドルチェグストいろいろしていて、いろいろ飲んできたんですけど、この3つだけ近くのスーパーとかでほんと見つからなかったんですよね。あんまり人気ないのかな。で、まあ、最後の手段ってわけでもないんですけど、ちょっとネットで検索して購入してみました。そういうわけで、今から飲んでみるのが楽しみです。ちょっと飲むので準備できるのでお待ちくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはこちらアメリカのリッチアロマを入れてみました。香りは確かにいいですね。その名前の通りです。では飲んでみます。本当に香りがいいですね。甘味とかで合わせると絶対いいと思う。これはい、続きましてこちらカフェオレリッチアロマを飲んでみたいと思います。こちらはそんなに香りは強くないですよね。実際どんな感じなんでしょう。では飲んでみます。じゃあそこまで香りあるかな。なんか物足りない気がするな。これはい、最後こちら濃い抹茶ね。以前のうち抹茶とはまた違うのかな。香りはそこまで強烈ってわけではないんですけど、では飲んでみます。抹茶の香りは確かにするんですが、甘い抹茶になりすぎてるかな。ちょっと足りない気がする。お菓子になりすぎて怖いですね。こちらのアメリカのリッチアロマは香ばしい香りのするコーヒーといった感じで、レギュラーよりも少し香りが強くて美味しい。なので強烈に苦味があるわけではなく飲みやすい味でした。ケーキとかによく合いそうですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。香りも良かったです。で、こちらのカフェオレリッチアロマは先ほどのアメリカのリッチアロマと比べるとそこまで香りは強くないかなという印象ですね。なので香りを求めてしまうと普通のカフェオレとあまり変わらないような気がしたんですよ。飲み比べてみたら違いが分かるのかもしれませんが、単体で飲むとちょっとよく分からない、そんな感じですね。まあ、カフェオレとしては美味しかったですが、ちょっともうちょっとリッチアロマというなら香りが欲しかったなということでこちらのペースとさせていただきます。そしてこちらの宇治濃い抹茶も以前飲んだ宇治抹茶との違いが自分にはよく分からなかったですね。やっぱりもうちょっと何かが欲しい、そんな感じがしました。もうちょっと決定的な何かが、なので飲み比べてみたら分かるのかもしれませんが、反対だとですね。そして飲み比べるにしてはわざわざネットで買わなければいけないというのはちょっとマイナスかなっていう部分もありますね。抹茶として美味しいのですが、これもこちらの点数とさせていただきます。はい、というわけでドルチェグスト3種類飲み比べてきた。これで市販されているのは全部飲み比べたかな。また何か出てくるかもしれませんが、そしたらまた飲んでみたいと思います。歴代最トップとかも決めてみたいですね。でも間隔が空いてるので今ではちょっと難しいです。また機会があれば。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。